こんにちは、和田芳美です。今日の姫ご飯は塩バター肉じゃがを作っていきます。それでは作っていきましょう。あ、髪の毛切りました。それでは解説していきます。で、まず最初に玉ねぎは上と下を切り落として2センチ幅に切っていきます。で、結構今回弱火でかなり煮込むので玉ねぎはね、ちょっと厚めに太めに切っておきます。で、人参はこのままね、飾り切りにしていきます。飾り切りできる長さは人それぞれかと思うんですけど、私の中ではだいたい5センチぐらいまでの人参だったらまとめて飾り切りができるかなと思うので、ちょっとね、難しかったら半分に切って半分の長さでやっていただいても良いかと思います。ただね、今回花びら4枚のお花の飾り切りなので意外とそんなにね、失敗なくできるんじゃないかなと思います。はい。で、こんな感じでね、角を取ってあげたら、大体1センチ幅ぐらいに切ってあげてください。人参もね、かなり煮込むのでちょっと厚めぐらいでも全然問題ないかと思います。で、あとはここはね、より立体的にっていう感じにしているんですが、これはお好きにやっていただければ良いと思います。で、豚肉は今回細切れを使ってるので切ってないんですけど、普通のスライスの長いのだったら食べやすい大きさに切ってあげてください。で、じゃがいもはこれ用意する材料として一番最後にじゃがいもの下処理、皮を剥いたりとか芽を取り除いてあげることによって水にさらさずにそのまま使えるので、先にじゃがいも用意するなら水にさらしてあげないとね、色が変わってしまうんですけど、もう一番最後に用意してあげて、ですぐねフライパンで炒めてあげることによってじゃがいもの変色を防いでくれます。はい。で、フライパンに最初豚肉炒めて、豚肉の色が変わってきたらじゃがいもとかね、他の材料を入れて、で、お水と、で、お酒、あとみりんが大さじ2で、鶏ガラスープとお塩を入れて、で、まずさっとね、混ぜ合わせて、で、ひと煮立ちするまで加熱していきます。はい。で、ひと煮立ちしたら軽くね、アクを取ってあげて、結構アク全部取るの大変だったんで、ちょっと目立つのだけ取ってあげて、で、落とし蓋をして13分ぐらい、じゃがいもが柔らかくなるまで煮込んであげてください。で、じゃがいもが柔らかくなったら、ここにバターを入れて、で、バターが溶けたら盛り付けです。バターはね、最後に入れてあげないとバターの風味が弱くなってしまうので最後に入れてあげてください。では完成です。できました。では味見していきます。ではいただきます。バターのコクとお塩の旨味が合わさってとっても美味しいと思います。ぜひ作ってみてください。最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございます。チャンネル登録よろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。さようなら。これね、味わい的にはじゃがバターを肉じゃがにしたような感じで、結構ね、このバターを最後に入れることによってバターの風味がこう全体に広がってすごく美味しいと思います。